アントレは主にフランス料理のコースの中でオードブル、前菜の後に供される料理という意味で使われる。下記の通り英語圏とは意味が異なるので日本においては店により意味が異なる。語源はフランス語の入り口という意味から。冷前菜はアントレフロワードアントレフロワット、温前菜はアントレショードアントレチャウデという。フランス料理では本来は 前菜とメインディッシュの間に提供される小料理の意味だったが前菜を意味するようになっている。現在でもラルースの辞書における定義はポタージュもしくはオードブルとメインディッシュの間に供される冷菜または音菜となっている。英語の語彙にも借用語として定着しており北米の英会話ではメインディッシュという意味で使われ北米以外の英語圏ではオードブルよりも 多めの前菜という意味で使われる。英語の発音は、んとりえ n で、アントレイに近い。日本でも少し前までメインディッシュという意味で使っていた料理人が多く、一般にも混乱が見られる。昭和33年に発行された元山適州の飲食時点においては、アントレイを養殖の献立中最も技巧を凝らした料理で、 魚料理とローストの間に教師、1種から5種くらい並べる場合があり、材料は牛肉、小牛肉、豚肉、牛タン、鶏肉、鶏卵、賞金類など、との記載があり、アントレという語をメインディッシュという意味で使用していたことが伺える。ありがとうございます。